It's time to say goodbye to hold music and say hello to fast customer support with Service Cloud. With trusted AI and data working together, you can skip long wait times and deliver efficient, personalized service right away, all while keeping support costs low and more customers happy. Reimagine your customer support with the number one AI CRM for service. Learn what's possible at salesforce.com/products/service.さあ、毎週、水曜日のこの時間は山根さゆきのブラッシュアップ。今日のテーマなんですが、工場などの屋根に設置する太陽光パネルで発電という取り組みについてですね。はい、そうなんですよね。昨日、まあ、朝からですね、まあ、各紙、新聞やテレビが随分報道したと思うんですけども、うん、工場とかの屋根につけた太陽光パネルで発電した電気を制度で高く買いますよっていう。うんうん、新しい制度を経済産業省が決めましたっていうことがあったんですね、はい、で今日はちょっとこのニュースの解説をしようと思います、で、まあ、太陽光パネルで発電した電気っていうのは、うん、固定価格買取制度っていう制度で決まった値段で一定の期間、うん、10年とか20年ですね、買い取ってもらえる制度があります、はい、これは2012年に始まった制度で、田畑さんお家の確か太陽光パネルはこの制度使って電気売ってるんですよね。そうなんですよ。一時はすごくいい値段で買い取ってくれてよかったですよ、そうですよね、はい、一時はですよ、一時はですね、うん、まさにこれ10年制度が始まってから時間が経って、今はもうすごく安くなってるんですよ。で、太陽光パネルの価格が下がっていくのに合わせて買い取る値段を安くしてきたので、もうこれそろそろ制度終わりなんじゃないのって言われるぐらいですね、今ね、買い取りの値段安いんですよ、で、まあ、今回その工場とかの屋根につけた太陽光パネルは高値で買い取りって言ってるのは、今までとちょっと別に屋根につけたものだけはすごく安い買い取りの値段なんだけど、それをちょっと上回ししてあげますよっていう制度を始めますっていうことなんですね、で、これまあどういうことなのかっていうとですね、屋根ってすごく太陽光パネル設置しやすいわけですよ。例えば物流倉庫、めちゃくちゃでかい平らな屋根がついてるじゃないですか。そうですね、あそこに太陽光パネル設置すると、まあ、日本の、その再生可能エネルギーの導入率を上げることにもすごく貢献するし、とってもいいんですけれど、これですね、今どんなことがこう企業の中で起こってるかっていうと、買い取りの値段とっても安くなった一方で、電気料金がめちゃくちゃ上がってますよね。そうすると、まあ、すごくいいことなんですけど、この制度を使うんじゃなくて、太陽光パネルで設置した電気は自分たちで使おう、それが一番お得だっていうことになったわけですよ。太陽光で発電した電気の方が、電力会社から買ってくる電気よりも安い時代なんですよ、今。ただこれ一つだけ国がもっともっと増やしたいと思う目標と合わないところがあるんですね、これどういうことかっていうと、物流倉庫とか企業の工場の屋根、ものすごい大きい屋根があります、でも企業からしてみたら自分たちの電気料金を削減するために使いたいわけだから、自分たちが使う電気の量よりももっと多く発電する理由がないんですよ。太陽光のやっぱりその初期費用がお金かかってしまうので、自分が使う量ぐらいに合わせて太陽光パネルをつけるんですよね、そうすると例えば物流倉庫なんていうのは中 LED 照明がついてるだけで大して電気使わない、そうすると屋根はめちゃめちゃでかいけど太陽光パネルはちょっとだけつけたら十分になっちゃうんですよね。これもったいないじゃないですか、最初に工事するときにまとめてたくさんつければ工事費用なんかも安く済みますから、じゃあ自分が使う分よりも多くなった分、この電気なんか買い取ってもらえる制度があったらもっとつけようかなっていうモチベーションにつながるわけです、今回の制度はやっぱそういう理由なんですよね。だから太陽光パネルをつける業者がこれは儲かるぜって言って屋根にパッとパネルつけて荒稼ぎしてやったぜイエーイみたいな制度ではもうなくなっていて、工場の屋根とかその平らで大きくて、まあ、日本でこれから太陽光発電を増やしていくのにすごくいいねって言われている場所がなかなか増えなくなってきているので、そこになんとかインセンティブをつけようっていうのが今回の制度です。これ同じような動き、この間までにですね、この番組でも解説をした東京都が太陽光パネルの設置を新築の建物に義務化しますっていうルールがあった、ね、あれはやっぱり屋根に太陽光パネルを増やすのはとってもいいよねって、だけどなかなかみんなお金がかかってやってくれないから、よし義務化しよう、
補助金つけるから義務化するよっていうルールだったわけですね。うんええ、今度は東京都だけに限らず、まあ、日本として国としては経済産業省は屋根の上の太陽光パネルを増やしていきたいねっていうことでこういうルールを作ったんですよ。うんうん、でこうやっぱ太陽光パネルっていうとですよ、うんまあ、我々九州に暮らしているとものすごいあるじゃないですか、あちこちに。はい、よく見ますね。ねえ、もう山の中とかにものすごいあって、ね、住民の方が反対みたいな話とかもあったりするじゃないですか、最近。そうですね。ねえ、だからすごく増えてきたし、まあ日本としてはやっぱり資源のない国だし、今回ね、ウクライナの戦争があったりして、やっぱり化石燃料、天然ガスも石油も石炭も全部輸入に頼ってたら、戦争とか起きたら、私たちエネルギー確保できなくなっちゃうかもしれないみたいな話の中で、太陽光発電とかを増やしていってエネルギーの自給率を高めていくっていうのは国としてものすごい大事なことだと思う一方、あそこの山切り崩して太陽光パネルつけるのはちょっとどうなのみたいな話があるわけですよ。つまりこれやっぱり良い再生可能エネルギーと悪い再生可能エネルギーっていうのがやっぱりみんなの中にもうできてきたってことなんですよね。で屋根の上っていうのは良い再生可能エネルギーなんですよ、はい、屋根の上に別にパネルがついても、ああ景観が悪くなっちゃったとか、何なのあの山切り崩して環境破壊してパネルつけるとか、なんか意味わかんないみたいな気持ちにはならないですよね。確かに、だからそういうみんなが賛成できる場所、そして日本のエネルギー自給率を高めたり、どんどんクリーンにしていくっていう目標にも合致させていくことができる場所は屋根の上っていうのはすごくいい場所なんですよね。ここはやっていきましょうって。でももうこの固定価格買取制度っていうのはいろんなルールだったり価格の引き下げがあって、もう山を切り崩して荒風切りしようみたいな、そういう太陽光っていうのはこの先はあんまり制度としてはあんまりじゃないですね、もう増やしていかないよっていうのが今の現状なんですよね。まあ、やっぱり脱炭素に向けてやっぱこの自然再生可能エネルギーっていうところをね、もっと増やしていかないとっていうのは課題ですよね。はい、これは本当に課題ですね。脱炭素を進めていくっていうこともそうだし、まあ、今回のそのエネルギー自給率の問題、戦争があってどうしようって、この先エネルギーどうやって確保するのっていう問題もあるし、やっぱりこの世界が不安定になって化石燃料の値段が高くなっていっていることを考えると、再生可能エネルギーを使った方が太陽の光はタダだし、風が吹くお金もただですから、そういうものを使った方が結果的にみんなの電気料金が安くなっていくっていう時代になったと思うんですよね。だからこれをどうやってやっていくかっていう時に、やっぱり制度だったりそういうものは工夫しながら、みんなが、あ、これはいいよねって思いながら進めていけるものを頑張ってやっていくっていうのが大事だし、とにかく太陽光って短時間でできるんですよ。つけるのすごく簡単ですぐ増やせる、ね、例えばその洋上風力発電所とかっていうのは10年単位の時間がかかります、作るのに、だから今例えばそのウクライナ侵攻で天然ガスが足りないって不安になっている欧州の国々では、とにかく太陽光増やそう、もう来年の冬までに増やせば、もしかしたらこの戦争が終わってなくても電気を少しでも確保できるかもしれないということで、やっぱりこの屋根につけるものをものすごい勢いで増やそうとしてるんですよね。だから今回の制度改正は、時代の流れだねっていうふうに私は思います。わかりました。山根さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日経エネルギーネクスト編集長の山根さゆきさんでした。落語家の立川少子です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川少子のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川少子で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川少子のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。毎週考えてんだよ。